はい、授業始めます。単身の出題こんなに簡単なのは第6回。前回言ったように北海道大学の問題扱います。で、なんかいきなり難しすぎるだろうっていうなんか声がちょっとあったので、次回北海道大学の問題解説し終わった後にちょっと基本問題扱おうかなって思います。でも別にこの問題もそんなすげえ難しいかって言われたらそうでもないんで、解いた人は分かるかもしれないけど、だから頑張ってついてきてください。じゃあ行きましょうか。問1番、いやその前にだ、転移から吊り下げたバネ定数 K、 バネ定数 K、 これバネ定数 K のバネだしに質量 M の薄い板が固定されている。で、延直下向きに X 軸を取り、これ大事だね、延直下向き、下ね、下に X 軸が、下が正だね、今ね。で、バネが自然長の時の板の位置を原点とする。これも大事です。ここが原点です。はい、だからこれは今ぶる下がって分ちょっと自然調理下に下がってます。で、重力加速度 GG、 うん、いつも通りだねとすると、はい、じゃあ問1入っていきましょう。問1、随一円のように板が静止しているとき、ああ、まあこの絵だよね、随一の円って。で、板の位置はうにゃうにゃで、あり重力による位置エネルギーがと続いていくわけで、まあこれは別に単身度関係ないよね、ただのバネの問題ですね。まあ、一応運動方程式立てると、この板について A を加速度とすると MA イコール、今下に正だからね、重力がね MG で、上にそうだね、この位置を仮に KX とすると KX とかかってるわけですね。で、今下が正だからMG が正になって KX が今負になりますね。はい、で、うん、で今静止してるって書いてあるから、まあ、加速度0なんだよね、 A が0の時、うん、まあ余裕だよね。ここが0になって、これね持ってって、うん、X イコールに直すと、そうするとどうなりますかと、はい、 K 分の MG、はい、カッコ1の答え、まあただのバネの問題です。はい、次カッコ2は、重力により板の位置エネルギーとバネの弾性エネルギーの和分たらかんたらである。ただし位置エネルギーは原点を基準とする。ここね、ここが基準なんだって、これ大事だね。はい、で、これバネの弾性エネルギーの和と重力により板の位置エネルギーは、別に単身度のエネルギーとか言ってるわけじゃないんで、まあ、ちょっと 5.5 回でもなんかその違いについて軽く説明したけど、まあ、要するに今までやってきたエネルギーだよね、単身度のエネルギーじゃなくて、まあ、じゃあどうなるかっていうと、まずバネの、いや重力による板の位置エネルギーから書こうか、なんか順番通り。これ重力による板の位置エネルギーってさ、原点基準じゃん。でさ、今さ、ここ原点ちょっと下にいるんだよね。ここが確か1番によると K 分の MG なんだっけ、ここはねちょっと下にいるから、そう、重力による位置エネルギーは下がってるんですね、うん、なんでおっと、はい、質量 M の物体で、はい、重力かける下がってる、どれくらい下がってるかっていうと K 分の MG 下がってます。で、足すで、前の弾性エネルギーどれくらいかっていうと、バネの弾性エネルギーのさ、距離ってさ、2分の 1KX 事乗だけど、この X ってさ、あれだよね、バネの原点だよね、自然長の長さからどれくらい伸びてるかって話だから、はい、2分の 1K で、自然長0だから今 K 分の MG にあるってことはそのままだね、 K 分の MG をの事乗と、はい、でこれ計算するとどうなるかっていうと、マイナス 2K 分の M 事乗 G 事乗になりますと、はい、これ括弧2の答え、あ、まあ、ここまではね、別に単身度でも何でもないから、あの雑魚問題ですね、今回の授業はあんまちょっと生かされないかなっていう、うん、あ、ごめん、ちょっと消すの早かったかな、まあ動画止めてみて、で、じゃあ次問いに入っていきます。問いからね、単身度の問題だね、はい、問い2、問い2はどういう問題かっていうと、問い2、うん、この随一の A のように物体が止まっていると、で、
そこに質量 2M、 だからこの板の倍の重さなんだね、の重りを静かにここに置いたと。ここに静かにここに重りを置いたと、うん、らしいのよ。すると重りは、重りじゃないよ、重りと板は一体になったよ。要するに離れないでね、離れないで、これ一つの塊として見ていいよっていう意味で、この一体ない単振動を始めた、この一つの塊になって単振動を始めたと。でその後になんかいろいろ書いてあるわけで、まず最初は何、単振動の中心では力が釣り合うことから、振動の中心の位置はうんたらかんたら、親切だね、単振動の中心では力を釣り合うことから書いてくれてるけど、まあこれを授業で説明したように、中心、振動中心では加速度がゼロになるんだよねって話をしたよね。まあいいや、これは親切に書いてくれてるから、この今板と重り一緒に考えて、一緒に合わせた状態で考えて運動方程式考えると、そうだね、質量 3m で、今加速度はまあ仮想的に a として運動方程式だからね。でそうだね、これ2つ合わせてだから下に 3mg の力を受けてると。でこれ今ちょっと今これここにいるけど、実際は単振動してるから、まあ、どこにいるか分かんないけど、ここら辺にいて、で 3mg かかってて、で上にマイナス kx の力がかかってると。うん、だからそうだね、ここ x としてね、一応そうすると方程式どうなるかっていうと、 3mg 今下に正と、下に正だからね、 3mg-kx と。はい、でうん、でわざわざこれ力がなんだっけ、釣り合う、要するに釣り合うってことはあれだよね、振動中心の加速度ゼロになるってことだから、 a イコール0で、うん、ここは0になってやって計算すると x はどうなりますかっていうと、うん、約分の 3mg と。だからそうだね、ここら辺に振動中心来てんだね。うん、ここら辺が振動中心で、今この2つの物体は単振動してますと。でその次の問題、振幅はうんたらかんたらで、振幅ってさどうなるかってさ話をさ前回の授業でしたような覚えがあるんだけど、うん、振幅ってさ、そのスタートしたところからさ振動中心までの距離だっていう話をしたよね前回、簡単に言うと。だから今回もその要領でやると、あ、これあれね、カッコさんの答えね、振幅は k 分の 3mg 引く、今振動あれか、振動中心が k 分の 3mg ね、でスタート位置、初期位置は k 分の mg、 これが中心ね、中心で、これが初期位置、字汚いのに許して、でこれいくつになるかっていうと k 分の 2mg で、これが振幅だね、うん、これがだから4番の答えです。で次5番、周期は、うん、周期さ一連の流れをさやったよね、どっか何回か忘れちゃったけど、運動方程式から周期に導くためのその一連の流れを、まあ、今回はそれを使っていきましょう。でこれが今運動方程式です。でこれを変形するとどうなるか、うん、あの運動方程式変形するとこうなるよね。ごめん、なんか抜けた、K か、うん、でそう、単振動の加速度はもともとこうだよっていう話をしたよね、こう距離で、今これこう距離だから次元解析すればわかるけど、まあ、x は距離じゃん、でここ単位を合わせていくと、単位を計算、単位だけ計算するとこれ全部うまく消えて距離の単位になるから、だからここは距離です、だから距離だね、だからオメガ1乗どこの部分になるかって、ここの部分です、あ、これマイナスついてるからね、なんで今オメガはルート 3m 分の k になります。で周期ってどうやって求めるんだっけっていうと、
一周あのエンドがさ一周するとさ一周期じゃん。だから一周する間にこれオメガって角速度だから角速度がどれくらい進むか、角速度って1秒間にどれくらい進むかだから1秒間進んだ量でこれ割ればこれ出るよね何秒かっていう。でこれ計算しますと 2π 分のになりますと。これがだから括弧5番の答えだね。うん。で次問3入るんだけどちょっとね時間が長くなるから一旦ここで動画を切ります。なので、はい、一旦お疲れ様でした。すぐに問3始まるからこのまま次の動画続けてみてください。